定期企画、お、一人で亀さん、イエーイ、喜んでる。いや、ついにこの時代とね、突入ですか。だからあれでしょ、もうパートナーのこととか一切気にせずに、うん、思いっきり写真を撮っていいですよという。なるほど。萩ちゃんどうですか、不安そうですけど。めっちゃ不安ですね。いつも誰かに聞いて撮影してるので、久美子さんは。いやー、もうどこ行こうってワクワクしてますね。あー、なるほど、うん、テーマは平和大公園です。一つだけ、はい、まあ、ミッションがあります。公園の秋。ほー。制限時間は1時間。お、いい。あ、時計持ってきてない。いい、そういうのいい。1時間、うん、効率がいい。はい。そっち、ここ集合しましょうか。で、門のすげどっか遠いとこ行ってる人はまた連絡ください。はい、はい、いや、もうダメでしょ。いやいや、ここに帰ってこないとダメでしょ。ダメでしょ。それがもう失格ですよね。だからね、それ失格ですね。いや、それは本当にそうですよね。はい、失格。それは失格ですよ。戻り時間まで考えて取れってことです。それはそうです、亜生君。もう大丈夫です。もうこの芝生から出ないですから。おい、出ろ出ろ一歩ぐらい。よーい、スタート。はい、はい、OK です。さあ、じゃあ行きましょう。じゃあ皆さん頑張りましょう。はい、お願いします。亜生君出てよ一歩ぐらい。そうですね、はい。いきなりサブミッションなんだけど、毎年秋に平和大公園に飛んでくるアサギマダラがちょうど見られる時期なんだって。とっても珍しい蝶々。みんな取ってきてくれるかな。よし、もう狙いはその蝶でしょう。なんとかマダラ、蝶ね、蝶々取って、うん、で、あそこのホットドッグ食って、うん、味覚の秋で、オッケー、いいでしょう。お、これ、これじゃないの、これ。あ、朝日マダラ、朝日マダラ。いっぱい飛んでますよ。え、どこですか、どこですか。え、あ、本当ですか。そう、よしよし。意外とすぐ見つけた。俺やん、俺やん。もう止まってるのを狙うんだったら、もう普通に取った方がマシか。うん、じゃあ、絞り優先でいこう。どうでしょう、色味などなど。もう向こうから寄ってくるし。蝶々もいっぱい取ったな。あとはもう絡みや。花を取ります。釣りさ、足が釣りさ、足が釣りさ。合ってんのかも分かんない。はい、 OK。 とりあえずいいかな。見せて。あー、いいじゃん。あ、いいじゃないですか、いいじゃないですか。うさぎまだら。あ、どこにいるの。今そこ、ハニワ行ってみなさい、今日最高。あ、そうですか。いっぱい来てます。いっぱい来てます。今日は来てます。じゃあいっぱい行きます、うん、ありがとうございます。見てください。はい、多分でも亜生くんがいるのかな。2匹、この子ら、この2匹取りたい。いい感じに、こら。逃げたし。お約束ね。お約束のやつ ね、取れた。亜生くんね、取れた。いや、まあ、取れるは取れたんですけど、まあ、ちょっといろんな明るさとか絞りを、うん、変えながらやってるんですけど、いいですね。なんか春先にちょっと散歩に来た地元のおばさんみたいな感じで。すげえ飛んでる。どこ行った。そう、そうよ、いいよ。ちょっとキラキラが取れたかもしれん。キラキラ、キラキラが取れたかもしれん。ホワイトバランスの方がいいかな。ホワイトバランスを、じゃあ、うん、どうしたどうした。え、先生来た。今ね、はい、色がね、うまく出ないからホワイトバランスでいってみようかなと思って。あ、オートじゃなくて、はい、ちょっと秋っぽい色出してみようかなって思ってます。色ちょっと変わったかな。色どうした、ね、あ、変わった。どうした。今曇りにしました。赤っぽく。うまいよ。でいいと思うよ、秋っぽく。イメージ的にはそっちかな、うん、いいと思います。それで行ってみましょう。はい、はい、平和台は一枚収めときたいよね。うん、羽見つけた。ん、羽、うん、平和の塔だから、うん、これで、お、はい、OK。みんなどこ行ったのかな。一人になるとやっぱ寂しいな。いつもワイワイやってるからな。
なんかやっぱ写真ってその人の趣味っていうかあれ好みが出るね。なんかこういうこの扉の図柄もすごいんだよね。これ神武様のご信仰行列で出るね、あれの船じゃない、うん、お清丸のような気がしてん。そうね。ね、すごいな。あ、もうここで行き止まりなんだ。あ、そうなんだ。うわー、誰か撮ってくれんかな、下から。すごい眺めだ。秋の空やめっちゃ。じゃね。うん。ちょっと待ってね。うん、ど根性みたいなのが見つけて、実はあの平和台公園、皆さん意外にご存じないんですけど展望台があるんです。はい、そこまで行きますか。はい、いやでもついに亀さんが一人ずつの時代になったあれなんですよね、やっぱりこう難しいんですけど黙って撮りたい時ありますもんねうん、あ、本当はね、でももうちょっと寒くなるとあの辺りは紅葉しますよ。綺麗に昔来たことありますもんね。今日、まあ、全然紅葉が進んでないんですね。あ、そっか、色づいたいろんな葉っぱを集めとくっていうのもいいかなと思って、ね、まあ、いろいろこう保険をかけとかないとじゃあさんなります。行こう。続くさんだよ。木村続くです。こんにちは。いつも見てます。あれ、ありがとうございます。光栄です。光栄です。こんなとこで。あらら、ありがとうございます。それは。今日はどちらからいらっしゃったんですか。駅名台です。駅名台から。毎日歩いてる。ご夫婦で。はい、あ、ここ、うん。あら、素敵ですね。いやいや、素敵というか、自分のためで。健康のため。はい、乗ってありました。撮ってる人が。いっぱいいたでしょ、はい、ちょっと変わった方たちが。ええ、落ち葉を拾ったので、こういうのあるんですか。はい、行きますよ。お二人がラブラブだった頃のこと。恥ずかしいです。ありがとうございます。いやー、いい出会いでしたね。じゃあちょっと演出フォト。やらせと演出の違いがね、難しいですよね。光がもうちょっと欲しいとこですね。あと37分です。マジで。ちょっくらカメラ散歩。上まで行ってる場合じゃないのかもしれないぞ、ひょっとすると。残り30分です。あ、どんぐりめっちゃある。なんか色味が気に食わんな。僕のカメラはですね、いろんなエフェクトがあるんですね。ちょっとじゃあ試してみましょうか。国際色。ちょっと緑が。濃く出てます、うん、ポップだと、あ、ちょっとなんか明るめ、うんうん、しまったよ、カメラのレビューみたいになってるよいいや、トイカメラ風、ちょっとこの周りを、これ良くない、うん、こういうのもいいんかな、それカメラの性能じゃからね、それはね、うんうん、これ別に反則とは言われてないからね。久美子さん得意の靴も入れちゃうやつ、いいの来たよ、よし、うわ、きれい、羽開いて、すごいダブルできた、ダブルでそのままでさ、おお、カメラの CM みたいな一枚が、ここの前が大分の姫島っていうところから飛んでくるっていうのを聞いてますね、すごいですね、平和台いいよって多分噂になってんだと思います町の間でどんぐり越しの埴輪、戦場カメラマンじゃおおお足元危険やわこれ日常茶飯事やから大丈夫これすごい、いろんな顔持ってるね、平和台って。そうなんすよ、意外やった。全然ですな。全然ですか。全然です。暗い暗い、あ、暗い、
結局この磯がシャッタースピードになる、うん、違う違う、磯は磯、うん、シャッタースピードはシャッタースピード、あ、そっか、一緒と思ってた、あ、本当だ、一緒だと思ってた、磯とシャッタースピードが違う、あ、そっかそっか、うん、おわ綺麗な色が出ました、お、はい、わ、綺麗っすね、光が綺麗っすね、うん、あ、どこいっぱいあるよ、まあ、ほんとや、あ、やらせっすね、あ、やらせダメですか、いや、いいと思いますよ、寄れないんですもん、だってちっちゃすぎて、いや、でも寄れたからってそれがいい写真とは思わないけどな、そうか、はい、いいですかね、いいと思いますよ、こんにちは、追いつかない、追いつかない、追いつかない、盗撮感が半端ない、秋が逃げました秋が…俺が追いつかなかったお、クッキー、はい、残り 180m です、なるほど、安心しましたかこうですね、はい、ほら、モミジとかまだ緑ですもんね、でも今の記録としてこれ CG で色付けといてもらえるとありがたいっす。さあ、ついにやってまいりました。平和台公園、第一展望台。あ、こんにちは。こんにちは。捕まえたよ。お、何捕まえたの？カマキリ捕まえたの？うわ、秋の虫ですよね。うわ、お、痛くなかった、うん、引っかかれたけど痛くなかったの宮崎の11月はまだ半袖だね、今日暑いね、いや、なんか子供たちに癒された平和台の秋ですね、今何でも秋をつけておこうと思ってますよ、前編はここまで、期間限定のアサギマダラたくさん撮れたね、公園の秋のベストショットは後半に持ち越し、どんな写真が撮れているのかな？さて、次回のカメさんは？あと6分だ。嘘？あと6分だ。どうしよう。ちょっと急に焦ってきた。残り1分40秒。ハギちゃん、そこ1枚。撮りますか？返してください。ずるい。早くタイマーにして、タイマーがない、思い出取ろう、どうやったっけ、タイマーしてタイマーがない